アレクセイ・オシポービチ・ラトマンスキーは、ロシア国籍を有するアメリカ人の振付や、元バレエダンサーである。2014年4月にアメリカンバレエシアターのアーティスト・イン・レジデンスに就任。2004年から2008年まで、ボリショイ・バレエの芸術監督を務めた。ラトマンスキーは、レニングラードに生まれ、ボリショイ・バレエ学校で、ピョートル・ペストフ及びアレクサンドラ・マルケーバから指導を受ける。 1986年に同校を卒業し、キエフでダンサーとしてのキャリアを開始。その後、ウクライナ国立バレエ団、ロイヤル、ウィニペグバレエ団及びデンマーク王立バレエ団でプリンシパルダンサーを務めた。1998年にジョージア国立バレエ団のために振り付けた日本の夢の上演によって振り付け家として名が知られるようになる。 同作と1997年のチャームズ・オブ・マンネリズムはいずれもニーナ・アナニア・シビリのために振り付けた作品である。日本の夢はロシア演劇人同盟のゴールデン・マスク賞を受賞した。アレクセイ・ラトマンスキーとユーリハノン・ラトマンスキーの特徴は大規模なカンパニーのために伝統的な古典バレエを改訂、再演している点にある。初めて手がけた物語バレエは2002年に マリーンスキーバレーのために制作したシンデレラ全3幕である。2003年に上演されたボリショイバレーの明るい小川によって翌年度バレー団の芸術監督に任命された。2005年には全幕物のプロダクションボルトを制作。2007年、2008年には海賊及びパリの炎の再演を手掛けた。ロンドン批評家協会は ラトマンスキー芸術監督率いるボリショイバレエ団に対し2005年2007年にベストフォーリンカンパニーに選定する。ラトマンスキー自身は明るいお側によってナショナルダンスアワードを受賞した。ボリショイで芸術監督を務めた後ニューヨークシティバレエ団との間でレジデントコレオグラファー、就任の交渉を行うが合意に至らず2008年に アメリカンバレーシアターのファーストアーティストインレジデンスに就任する。ラトマンスキーがナイクビーのために制作したバレー作品にロシアの季節及びコンチェルト DSCHABT のための作品にドニエプル川の岸辺で及び7つのソナタがある。2011年プロコフィエフのロメオとジュリエットを振り付けトロントでカナダ国立バレエ団によって 世界初演が行われた。そのロンドン公演では、ニューヨークタイムズの評論家、アラスター・マコーレイから、今日クラシックバレエを専門とする中でも、最も才能に恵まれた振付屋であると賛辞を受けた。2014年、セルゲーエフコレクションからマリウス・プティパによる最終的な再現版を復刻、再振付して、パキーイータを制作し、キャリアの新境地を開拓する。 この復刻版の世界初演は2014年12月にミュンヘンでバイエルン国立バレエによって行われた。2015年3月アメリカンバレエシアターのために再度プティパ作品の復刻に取り組みオレンジ群で眠れる森の美女の世界初演が行われ後にスカラザでも上演された。その後プティパ岩の不満の1895年に上演された 白鳥の湖の復刻を手掛け、2016年2月にチューリッヒで世界初演が行われた。2005年、デンマーク王立バレエ団が上演したアンナカレーニナの振り付けでブノア賞受賞。2007年、ボリショイバレエのために振り付けたカルタ遊びでゴールデンマスク賞の最優秀振り付け屋賞受賞。2013年、マッカーサーフェローに選ばれ、天才賞を受賞した。これは、 分野を問わず継続的に優れた創作活動を行っている卓越した才能と将来性を示した人物に対して与えられる助成金である。ありがとうございます。